ハーフジェニック、ゲートインの方が順調に完了いたしました。係員が離れます。スタートしました。さあ飛び出した10頭です。なかなか揃ったスタートにはなったようです。さて先行争いですが、まず思い切って北村金也がウッドマンが花を制しました。金也の思い切っての逃げ作戦だったんでしょうか。花から逃げるつもりだったんでしょうかのウッドマン。ウッドマンリードは現在ちょうど1馬身です。2頭目にカシノラビット、その差がここでなくなりそうです。カシノラビットの後ろの方に3番のインターネット、インターネットを追いましては5番のインディアンクリス、アリアソとターフジェニック。まずスタンド前へ、牛の方からカシノ天竜です。スタンド前の先頭は結局9番のウッドマンです。ウッドマンの逃げる作戦です。そしてこれをぴったりとマークするようにカシノラビットの足がの馬体があります。カシノラビットの後ろの方に3頭目になりますが1番のカシノ天竜です。あと3番のインターネットが前から遅れましての4頭目、5投目、6投目あたりには10番のターフジェニック、そして5番のインディアンクリス、残りの4頭、7枠前の方にはウイニングタイガー、あと4番のヤマビコキングです。8番の田代さん、数字が後ろから2投目、ボールドネバーが最後方です。第2コーナー株の800を通過しました。先頭現在はカシノラビットに変わっています。そしてウッドマンです。後ろに1番のカシノ天竜、3番手、これを追いまして10番のターフジェニック、外3番のインターネット、インターネット前から5投目、6投目5番のインディアンクリスです。向こう上面の中央から3コーナーの方へ、最後方は置かれ気味のボールドネバー、後方集団の前の方には7枠の2頭です。3コーナー株の手前にかかりました。もう一度ウッドマンが先頭に変わっている。残りの100を通過しました。先頭がウッドマン、ウッドマンが先頭、リードは2馬身に広がっている。そして10番のターフジェニック、ターフジェニックを追いましては1番のカシノ天竜、そして外からの3番のインターネット、中を割るように5番のインディアンクリス、直線に入ってきました。先頭がウッドマン、ウッドマンが先頭、3馬身から4馬身のリード、先頭がウッドマンだ、先頭がウッドマンだ、リードは4馬身から5馬身に広がった。そして3番のインターネットが単独2投目、格が違う、力が違う、ウッドマン1着、勝ったのはウッドマン、格の違いを見せつけました、力の違いを見せつけました、ウッドマンでした。そしてインターネットが2着、切りしましょう。優勝馬はウッドマン、北村金也の見事な騎乗でした。ウッドマンの優勝でした。第9競争の確定をお待ちください。第9レースの払い戻し金額をお知らせいたします。単勝式9番730円、副賞式1着9番530円、2着3番100等円、3着当番160円、連勝副式3番8番450円、連勝単式8番3番870円をお支払いいたします。